神戸のスカウト部門に役職とかついてるんですか、はい、スカウトっていうだけです。一応、役職がスカウトってことなんじゃないですかね。ビッセル神戸の広報の方から連絡があって、あのはい、スポーツ報知の方が、記者の方がインタビューしたいっていうふうに言ってると。はい、で、長井さんがそのスポーツ報知の記者の方に言ったみたいで。はい で、だって、まあ、クラブが広報から連絡あったんだったら、まあ、インタビュー受けてもいいのかなと思って、それで受けたのが一番最初の、その、メディアに出たっていうのが最初でしたね。いつからやられてたんですか、やってた時期。今年の初めですかね、はい、まあ、1月2月ぐらいから、まあ、正式の契約書は2月からあったんで。うん、スカウトは実際には、えっ、ー、と、今期の選手たちのものにも携わったんですか、獲得した選手今期は、クラブによっては、スカウトはアマチュアしか見ないとか、例えば、はい そのプロ部門しか見ないとか、いろんな形態があると思うんですけど、ミセの場合は、あのみんなで J2 も見るし、J1 も見るし、はい、学生も見るし、国外の国際的遺跡のやつも見るしってことだったんで、一応、まあ、僕は東京在住ということで、関東大学リーグを見るのがメインでありつつも、はい、えっと、J2 とかも見たりとか、まあ、まあ、ドイツにいる選手を、えー、練習参加させて、移籍させるかみたいな話も。 結構ギリギリリままでで進んでたたということはありましたねあそのドイツの選手の移籍に木崎さんが携わっててってことですか、その話。はい、まあ、たまたまあの知り合いがドイツに住んで、代理人やってる日本人の人がいるんですよ。はい、で、その人からこんなあのドイツの選手がいるよっていう情報があって、はい、で、クラブとつないだっていう感じですかね。まあ、僕はジャッジする立場ではない、あくまで情報提供というか、それを強化部のまあ永井さんが。 トップとしてそういういろんな情報を判断して、えっと、結局その僕が持ってきた情報を持ってきた選手は練習参加しなかったんですけどか結局入団もしなかったし練習参加もしなかったんですけども、まあ、そういう情報の選択肢を増やすっていうのがまあスカウトの仕事なのかなと思ってこれクラブごとに違うと思うんですけども、うんはい、であとは大学生の練習参加とか結局56人その練習参加の段取りをしたというかこういう大学生がいるから どうですかみたいなので、長井さんも実際見たりしながら、あの大学の先生たち、監督たちに話して、で、本人と話すこともありますし、でそれで神戸の練習に参加してもらって、えー、入団に至ったっていうケースが一つありましたね。まあ、それはゴールキーパーの高山選手なんですけど、はい、筑波大学のゴールキーパーの高山選手は、いろんな情報を得た中で、クラブに推薦したら、結構監督とか、 ゴーーールキーパーコーチの方が評価してくれたみたいで、高山選手はあの筑波大学のレギュラーのゴールキーパーで、筑波大学結局優勝したんですね、はい、結果的には関東大学リーグで。なので、優勝チームのキーパーなので、で身長も190センチで、さらに、えっと、おじさんがプロレスラーの高山さんっていう、あそうなんですか、はい、エピソード。入団発表された時は、その話題が出てましたけども、当然。 でまあ、それぐらいサラブレッドというかもう身体能力的には非常に高い選手で,、うん、で湘南ユースの出身なんですけどもあの湘南があの獲得をしないということを聞いてもともとビッセルの僕だけじゃなくて他のスカートの方も評価してたんであチャンスがあるかもなということでつないだという感じですね僕、でもあくまで障害するという立場なんでジャッジするのはあ、はい、あの神戸の強化部とか監督とかゴールキーパーコーチだったとっいうあの流れですけども。 うん、スカウトの目から見て、今年のあのビッセルの躍進は想像できましたいやー、できなかったですね、僕は。<laughs> 優勝までいかないと思いましたそん,、あのー、そんなにまあ J リーグをめちゃくちゃ見てたわけでもなかったんで、はい、昨,昨シーズン、そんなによくなくて、あの残留争いに巻き込まれたぐらいでしたから、正直、まあ、 予想が出てきなかったですよねで、まあ。例えば大迫選手も、去年体がちょっと重いなっていうふうに僕は見てたんですけども、そのダ,ダゾーンで見てるレベルですよ。で、ドイツの中継もよく見てたから、ドイツ時代に比べると、ちょっと細くなったなとか思ってたんですよ。はい、ただ、よくよくその聞いてみると、その日本仕様の体に逆になったみたいで、まあ、去年は体、はい、あの怪我もあったみたいですけども、はい、その日本で活躍するための適用期間が過ぎて適用する コンンディションとかフィジカル能力になったら、要するに、余計なパワーがまあいらないというか、ドイツ人とフィジカルで戦うのと、日本人のディフェンダーと戦うのとゃちょっとやっぱ違うじゃないですか、すね、だから、余計な鎧を脱ぎ去ったというか、そういうのもあのどうやらあったみたいなんですけれども。はいはいはい ただ、だからもそ、ここまで詳しくなかったんで、あの正直予想できなかったですね、えー、神戸だと、例えば、えー、大迫選手、武藤選手、あとは酒井豪徳選手とか、ドイツにゆかり、ゆかりというか、もうしっかり所属して活躍されてた選手が多いんで、なんかそういったところで木崎さんとか、ドイツに精通してるんで、そっちのパイプとかをもっと太くしたくて、みたいなのも、スカウトの起用にあったのかなって思ったんですけど、そこはたまたまです。 本当、たまたまですね、本当、あくまで長井秀樹さんとの個人的なつながりっていうところなんで、はいまあ、一番最初に長井さんに言われたのは、何かしらちょっと関わってほしいと、はい、ということで、特にスカウトって話ではなかったんですよ。はい、ただやっぱり、その、新しいポジションっていうのはなかなかそのクラブで作ることもできないし、と、はい、いうことで、スカウトだったら、あの、席があるからみたいな感じで、 ずスカートっていう立場でやってくれっていうふうに言われて、スカートになったっていう感じでしたねえ。ってことはあれですか、長井さんのコンサルタントみたいな、あれもあるんですか、側面も。ほ正直そこまでなんかコンサルタントてしてるわけじゃないんですけども、そのスポーツオーチの方に最初言われたのは、はい、長井さんがアドバイザーって聞いたからって言われて、お<ー>アドバイザーなんて言われたこともないですし、そんななつもりもりかったみたみいなひぞきさんがアドバイザーに就任した年に優勝してるじゃないですか、じゃ いやいや、本当何もしてないですよ。本当に。で、長井さんとの会った回数もすごい月1回とか限られてるし、はい、で、会ったとしてもお茶するとかそういう感じなんですよ。で、いろ、うん、んな話をするだけで。はい、だから、アドバイザーってことは本当にないんですけども、ただまあ、あの、長井さんとしてはいろんな、あの、情報収集になったらっていう思いがあったのかもしれないですし、うん、ただ、 僕が本当に振り返っても何の情報も与えられなかったなっていうのはあるんですけども、まあ、そういうふうに見てくれてたんだなっていうのは、そのスポーツコーチの方の質問で分かったんですけども、スカウトの仕事の方がどっちかと,いうと日常的にそのスカウトの人たちとやり取りをしながら、まあ週1回ミーティングがあったんですけども、そういう、あの、活動の方が長井さんとお茶するよりも多かったっていうのはあるんですけどね。はい、うんうん、はいはい。トップチームのことも相談されたりするんですか長井さんに。この今いやいや、それはなかったですね。 なんか本当、雑談だったから、ここではやっぱり内容は言えないですけども、トップチームはどういう状況だったかっていうのは、はい、あの本当、雑談の中でちらっと聞くっていうのは、まあありましたけども、うんその、それを何かアドバイスするってことはなかったし、はい、本田圭佑さんに対しても同じような感じだったと思うんですよ、なんか質問しろって言われて、カンボジアの、はい。 あの、ビデオアナリスト、そのビデオアナリストも役職がないからそれに当てはめられたっていうところもありますけども、はい、質問役として来いみたいに言われたのが最初だったんですね、うん、本田圭介さんに、はいで。お前の仕事は質問することだからって言われて、はい、質問しなかったらいる価値ないっていうふうに言われて、例えばチームミーティングするじゃないですか、うんで。チームミーティング終わった後に、あの、なんかスマイルとか聞かれるわけですよ。 はい、いやもう素晴らしいチームミーティングでしたとかって言うとそんな用紙はいらないみたいな用紙ら帰れみたいなことが言われるんですけど <laughs> はいっていうようにそのなんかなんかに気づくための質問みたいな頭の整理のための質問<ー>役っていうのが最初スタートだったんですねあ,あそれが長井さんのときもっとで,、ね、で長井さんももしかしたら似たような感じで質問されると頭が整理されるとかもあるってことでしょ、はい、っていうのが多分あの似たようなところであったのかなとかで雑談してるといろんな もしかしたらアイディアが湧いくのか、うん、優勝っていうことの後に記事が出た、あの優勝翌日に出たからそういうふうに繋がったように見えるかもしれないですけど、本当に何もしてないっていうのが実際のところで、まあうん、ただ優勝は見に行かせてもらったんで、まあ、それはうれしかったですね。楽しかったというか。なんか永井さんのイメージだとああの、ベルディでポジションサッカーみたいなイメージ今回のビスセルはロングボールというか長いボール使ってそこを奪ってとか、 なんかその守備しっかり京都高くはめてカウンターとかだったんで、<laughs> なんかあの違和感というかい、いい違和感ですけどね、結果そうですよねそです僕も、長谷さんと最初に会ったのは、あの僕があのバイエルのグアル・ディオランの練習、合宿に行ってで、帰ってきたら連絡があって、はい、知事オン投連絡があって、はい、えっと会いたいって初めて言われてで、そこでどんな様子だったかっていうのをちょっと話しながらお茶したんですよ。はい、でそういうふうに時々、長谷さんが突然電話かかってきて、 あの僕がなんかどっかで練習取材に行くとどうだったみたいな感じで話をするとか、あ<ー>まあそういう関係だったんですよ。<ー>なので、あの、まあ、レオさんが今言ったように、ちょっとその、自分たちボールを握るというか、持つサッカーをしている中でのスポーツダイレクターとしての仕事っていうことで、まあ、いろいろそこは考えるとこはあったんじゃないですかね。 あピボットに先日、永井さん出てくれて、はいあの、それを三木谷さんがツイートしてくれたんですよ、あの感想を、はいで。そこに書いてあったのは、はい、バルサカがなくなったって言われるけど、実はアカデミーの方でそれは継続してるみたいなことツイートで書いてて、確かに僕もそのいろいろ聞くと、トップでは、ある意味分かりやすいバルサカっていうのはもうしてないんだけども、はい、株組織はバルサのメソッドを日本流にちょっとちゃんと落とし込んで、 言語化して、えっと、やってね、去年、神戸は U15 の大会で日本一になってるんですよ。うん、で今、あの、高一の年代がゴールデンエイジというか、すごいいい選手がいるんですけども、そうん、というふうに、アカデミーでも実は、あの、結果が出た、出て、出かけてるというか、まあ、これはトップに昇格して大活躍とかになった時に初めて成功になるんでしょうけども、うん バルサカって何なんですかね、スカウトの方から。バルサカっていうのは、まあ、僕なりの解釈で言うと、スペインって結構やっぱ言語化されてると。例えば、サポートって言葉でも12個あると。はいはいはい。例えば、日本でサポートって言うと、ボールホルダーに近づいてボールを受けようとするのがサポートだと。うん,うん。まあ、それはサポートの一つですよね。うん。でも、その12個全部僕も知らないんですけど、例えば、あの、第3の動きで、ボールのレシーバーと、ボールを出す人と、 はい、で、第三の人が裏に抜けるのもサポー,だサポートだと、うんで。裏に抜けると相手を引きつけてスペースを作るし、はい、っていうように、そのサポートの定義が、あの、日本だったらなんとなく1個かなっていう、あの、サポートって言葉をって思い浮かべるのは1個だけど、バルセロナは、まあ、メソッド部門があったからかもしれないですけども、12個は定義されてると。はい、でこれ大人になってから教えるのは、やっぱちょっと時間がかかるし、 なかなかやっぱあのそれぞれ型があるから時間がかかるってことでアカデミーの方にそれをやるっていうふうに舵を切ってうん、うん、そうしたらまあ日本一になったというストーリーがあってまあそれをなんか本長井さんに相談されて本にイニエスタを絡めてしないできないかってことで企画は進めてたんですけどちょっと今あの止まってはいるんですけどもうん、うん、確かに,イニ,にイ,ニイニエスタを絡んでくると止まらざるを得なくなりますよね今 <laughs>、まあ<う>イニエスタって 彼一人じゃないというかやっぱ事務所もあるし、うん、でマネージャーとも話したんですけども結構やっぱり大きな利権というか、まあ、あれだけの大スター世界的なスターになるとそのマネージメント事務所とかも、はい、まあ日本だと結構その<あ>ノリじゃないけど、まあ、こういう企画面白いねって事務所も思ったらぱっと動くようなところもあるんでしょうけどももうちょっと大きな規模の,あのビジネスを感じましたね。でねで日本のの書籍のビジネスってそこまで 大きくないから、まあこちらがイメージしたもので提案したけども、うん、まあもしかしたらあんまり響かなかったのかなとか。